2021年6月中旬、晴れ時々曇り。一時小雨がぱらつきましたが、最高気温29度くらいまで上がった蒸し暑い一日でした。胸細アリや黒山アリが結婚飛行を行う飛行日和の中、一匹のルリアリの新情を見つけました。この一匹を採集して持ち帰り、飼育環境などの試行錯誤を試みながら、コロニー化を果たすことに成功しました。ここまでの様子は、2021年9月に公開した、ルリアリを飼う、ルリアリに適した飼育環境とは、をご参考ください。続編となる今回の動画の内容は以下のような内容となります。1つ目にコロニー創設以降の飼育環境の変遷。これは新しい飼育生の引っ越しや飼育の過程で直面した問題などを振り返ります。2つ目にコロニーの成長過程。コロニー創設以降のコロニー規模の推移や室内で起きた出来事などを見ていきます。それではまずコロニー創設以降の飼育環境の変遷について見ていきましょう。コロニー創設時に使用していた飼育巣はポリカーボネートケースの床面に石膏を敷き、天板に木製のすべやを取り付けた飼育巣でした。これは初飼育となるルリアリにおいて石膏巣と木製巣のどちらを好むかを検証する意図がありました。自然下では乾燥気味な倒木の樹皮下や枯れ枝、切り株内、配電盤や鉄パイプなどの人工物内に営巣していることが確認できていたため、乾燥気味の環境を好むであろうと予想はしていましたが、ルリアリは案の定木製の巣部屋に入りコロニー化を果たしました。床面の石膏にはほとんど吸水はしない乾燥飼育に移行し、コロニーは最初の冬を迎えましたが、ここで問題が起こりました。冬に入ってしばらくした後に順調に増えていたワーカーたちが一気に死んでしまったのです。20匹前後いたワーカーがわずか5匹程度に。思えばこれがこの頃に最大のピンチでした。初年度の冬は飼育環境などについてまだ手探りの段階です。乾燥飼育とはいえ、さすがに乾燥しすぎたのではないか。そう考えて床面の石膏に吸水を施すようにすると、ワーカー減少は収まり、なんとか全滅を免れることができました。2年目の冬、成長して大きくワーカー数を増やしたコロニーは、木製の巣部屋を出てポリカーボネートケース内の壁面などに居つくようになってしまいました。これを機に思い切って新しい飼育生の引っ越しに踏み切りました。新しく用意した飼育巣は、手作りの木製巣。ポリカーボネートケースに木片を入れ、ケース壁面との隙間などにアリが入り込まないよう隙間割れ陣で埋めてあります。また冬場の過度な乾燥にも対応できるようケース壁面に小さな穴を開け、少量の吸水もできるようにしました。ルリアリのコロニーはすぐにこの新しい木製巣に入ってくれました。以後コロニー規模の拡大に伴い木製巣は2段に増えましたが、現在まで問題は起きず順調に推移しています。乾燥が強まる真冬の間に室内に少量の吸水を施すことに加え、餌場に飲み水を欠かさないことも大切なポイントだと思います。次にコロニーの成長過程を見ていきましょう。新女王が結婚飛行を行った2021年、無事にコロニー化を果たしたルリアリたちですが、飼育環境の変遷で先ほど述べたように最初の冬に全滅一歩手前の危機がありました。これは室内の過度な乾燥と飲み水不足が原因と思われ、この2点に対応することでなんとか壊滅を免れました。冬を乗り越えた2年目、コロニーはなんとか持ち直し、少しずつコロニーの拡大も再開しました。2年目を終える頃の推定コロニー規模は約250匹。2年目の冬に新しい飼育生の引っ越しを行いました。新飼育巣と共に迎えた3年目、
飼育環境にもよく馴染んだコロニーは加速度的な成長を見せ、瞬く間に1000匹を超えるコロニーへと変貌を遂げました。ここからはダイナミックに成長を果たしたルリアリのコロニーの室内で見られた光景などをゆっくりと堪能していきましょう。いかがだったでしょうか。今回は初年度でコロニー化を果たしたルリアリが3年目で爆発的な成長を見せるまでの経過をまとめてみました。1年目の冬に危機を迎えたコロニーは2年目で調子を回復し、勢いづいた3年目の今年、ワーカー数1000匹の大台を突破するとともに、お座り新女王を誕生させる成長を見せました。また飼育管理の過程で問題に対処しながら飼育環境を調整することで、よりルリアリに適した飼育方法も理解できたのではないかと思っています。今後はどこまでコロニーが調子を維持して成長するのかを楽しみにしながら観察を続けていきたいと思います。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。